キラーズはアイアンメイデンのスタジオアルバムで1981年2月2日に発表されたオリジナルとしては第2作目となるアルバム。今作ではアイアンメイデンの音楽性に馴染まなかったデニス・ストラットンが脱退し、以後1988年まで在籍することになるエイドリアン・スミスが加入した。また1992年までプロデューサーとして関わることになるマーティン・バーチが参加するのもこの作品からである。2015年、オリジナルマスターテープに最新リマスタリングを施したハイレゾ音源の配信を開始。2018年、2015年のハイレゾ音源配信時に使用されたリマスター音源を CD として発売。1998年リマスターでは収録されていたトワイライトゾーンが外され、英国オリジナル版の収録曲、曲順に準拠したものになっている。全曲スティーブ・ハリス作3月15日、ザ・アイデス・オブ・マーチ1時46分ラスチャイルド日54分モルグ街の殺人、マーダーツイン・ザ・リューモーグ4時18分アナザーライフ3時22分、ジンギスカン3時6分無実の逃亡者イノセントエグザイル3時53分キラーズ5時1分悪魔の魔法プロディガル36時11分パーガトリー3時20分ドリフター4時48分トワイライトゾーン2時34分ザ・アイデス・オブ・マーチ1時45分ラスチャイルド2時54分マーダーズ・イン・ザ・リューモーグ4時19分アナザー・ライフ3時22分ジンギスカン3時6分イノセント・エグザイル3時53分キラーズ5時1分トワイライトゾーン2時34分プロディガル36時11分パーガトリー3時21分ドリフター4時48分3月15日ザ・アイデス・オブ・マーチ1時45分ラスチャイルド2時54分モルグ街の殺人マーダーズ・イン・ザ・リューモーグ4時19分アナザーライフ3、22ジンギスカン3時6分無実の逃亡者イノセント・エグザイル3時53分キラーズ5時1分悪魔の魔法プロディガル36時11分パーガトリー3時21分トワイライトゾーン2時34分ドリフター4時48分Women in Uniform Invasion Phantom of the Opera Running Free Remember Tomorrow Last Child Killers Innocent Exile 収録曲はモルグ街の殺人とキラーズを除きすべてデビュー前に書かれた曲で、特にLast Childはコンピレーションアルバムメタルフォーマスにも収録されている。原作小説モルグ街の殺人モルグ街の殺人はエドガー・アラン・ポーの同名小説をベースとしたストーリーになっている。モルグ街とは死体安置所通りという意味。キラーズについて作者であるスティーブ・ハリスとポール・ディアノはこの曲がもともとインストゥルメンタルになる予定だったと語っている。初収録作品はライブ・アット・ザ・レインボーで、この時は歌詞が現在のものとは異なっているが、この時点での歌詞は当夜のステージが始まる数分前までにバックステージで書き綴られたものだという。内容は精神病の殺人者の視点から語られており、アルバムカバーにも見られるような斧を使った殺人鬼である。トワイライトゾーンはもともとはバンドとして4枚目のシングルとして1981年3月2日に発表され、アルバムとしてはアメリカ版のみに収録されていた。後にリマスター版が制作され以降は、基本的にどのエディションにも収録されている。Women in Uniform はスカイフックスのカバーで、バンドとして3枚目のシングルとして1980年10月27日に発表されたものの、アルバムには未収録だった曲。前任ギタリストのデニス・ストラットンが録音に参加した最後の曲である。この曲でバンドとして、初めてのミュージックビデオが制作された。監督はダグ・スミスで、収録場所はカーリング・ブリクストン・アカデミー。英国の至宝アイアン・メイデン世界初のハイレゾ音源を全世界独占先行配信スタート。いい音響2019年5月3日閲覧。キラーズ、アイアン・メイデン。タワーレコード。2019年5月3日閲覧。英国が誇るアルティメイトメタルアクト、アイアンメイデンのアルバムの最新リマスター音源が、ついに CD でリリース決定。ワーナーミュージックジャパン。2019年5月3日閲覧。キラーズ。アイアンメイデンオフィシャルウェブサイト。2007年7月12日。閲覧。ありがとうございます。